バイオリニストのアイザック・スタンは天才という言葉を超えたメッセージと、その他にいろんな方々が言葉を寄せてらっしゃるんですけど、じゃあ後藤みどりさんってどういうふうにバイオリンを弾きになるんでしょうか。じゃあ聞かせていただきたいと思います。噂には伺っておりましたけれども、本当に目をつぶって聞いていると、本当にどういう年齢のどういう人が弾いてるか本当にわからなくて、どうごめんなさい、後藤さんこちらお戻りくださいますか。目つぶって伺ってると、どうもありがとうございました。どんな人が弾いてるのか本当にわからないんだけど、目を開けてちょっと見ると、ここに足踏ん張って小さい女の子が弾いているように見えるので、もう本当にもう驚いてしまうんだけれども、バーンスタインという人が他の惑星からやってきた奇跡だっていうふうにあなたのことをおっしゃってらっしゃるんだけど、そういうふうにみんなから天才だって言われちゃうっていうことはどうなんですか。そうですね、よくわからないんですけれど、やっぱりわからないですね。
ああ、これはあなたのことをこれ抱いてらっしゃるのはこれバンスタインかな。あ、そうですね。ねえ、本当に可愛がってらっしゃるようで、あなたの弦がその切れた時のお話をしてらっしゃるのがテレビに映ったのね。そうですか。うん、その時私も拝見、たまたまそれを拝見してたんですけども、とにかく天才だって、天才だってね、バイオリンは天才だっていうことと、それからその弦が切れた時のあの沈着さもそうだけど、とにかくそのバイオリンがすごいっていうことをずっと、もうすごくバーンスタインさんがおっしゃってらしたのね。そしたらやっぱり他の惑星からやってきた奇跡だっていうふうにおっしゃって、それからみんながいろんな指揮者の方から、これ全部指揮者の方とか、バイオリンを弾きになる方とか、とにかく世界超一流の方がみんなのこと、あなたのこと、あんな抱きしめられて、あんなしょっちゅう抱きしめられちゃって、どうなんですか。どうなんでしょうね。アメリカでは抱き合うのは割とコモンですし、しょっちゅうあることだからね。でもニューヨークタイムズに、そのあなたのデビューの時、デビューはニューヨークフィルと、はい、5月にメーター式で、3回定期演奏会で弾いたんですが、その時のコンサートをCBS マスターワークスの方からライブレコードで出ています。ね、それがあなた何歳の時でしたっけ。これは定期のデビューをしたのは、そうですね、今からちょうど4ヶ月前ぐらいなんですけれども、アメリカで初めて行ったコンサートはニューヨークフィルのトラディショナルのニューイヤーズイブコンサートで弾いております。ね、その時は何歳でしたっけ。その時は10歳でした。10歳でしょ。10歳でニューヨークフィルの、その今クリスマスの時の大変なコンサートにお出になって、その時のニューヨークタイムズの批評がすごかったんですね。もう王者のような、王者のような風格で正確に弾いて、そして美しいトーンの演奏で、もう本当に、つまり天上の小鳥のような無邪気な状態に自分たちをさせてくれるというような、なんかもう大変ないい批評でしたね、あの時のね。でもそれも良かったんだけど、例の弦の切れたのはやっぱりアメリカでもすごかったらしくて、あれはニューヨークタイムズの一面に載ったんですか、そのことは。はい、ニューヨークタイムズの一面にその弦が2回も切れたのに引き通したっていうのは、やはり音楽家のことでそんなの出ちゃうってめったにないでしょ。そうみたいですね。ましてや日本人がそういうところで、そういう文化面、文化面っていうか文化のことで出た。この間日本の総理大臣いらっしゃいましたけど、日本の総理大臣がご訪問になっても一面にも写真も出なかったっていう噂が日本にあったぐらいですけど、やはりその弦の切れたことがニューヨークタイムズの一面に出ちゃうっていうぐらいですから、やはりあちらの方にとっては、あなたはね、そんな大変なことじゃない、もっと音楽のことを言ってほしいとおっしゃるけど、この人にとってみてもやっぱりそれはすごいことだったんでしょうね。